ていうか、なんだろうな、弾幕張ってるだけで、ほら、こうやって、ピアシングビジョンが反応するからさ、うまい下手関係ないんだよ。強くね、普通に。バレてるけど、それをしっかりとやります。まあ、それでもこの火力ですからね。元がどれぐらい強かったねんっていう。大丈夫か、それ。後ろいるね。はい。で、多分ロングで一人湧いてるから、それもやりたい。はい二発蹴る。コールオブデューティーヴァンガードシーズン2の拷問に耐えた皆さん、やっとやっとですね、スレッジハンマーゲームズが動いてくれまして、新武器ぶっこれ LMG がついに弱体化することになります。おめでとうございます。はい、ということで、本当にシーズン2お疲れ様でした。まだ終わってないんだけど、シーズン2ね、新武器 LMG、ホイットリか、が追加されてからというものの、この 50BMG 弾の150発、ブレない、レートそこそこある、で、壁抜きでも2発蹴る、で、ピアッシングビジョンと組み合わせたら無敵っていうね、もうこいつがいるせいで、もう核も出るし、もう高キルストリーク回るしで、本当にね、まともなロビーがないんじゃないかなってぐらい荒れておりましたが、やっとですね、こちら、スレッジハンマーゲームズが動いて弱体化ということで、はい、こちら通常ですね、まあ威力40なんですけど、威力が44しか上がらなくなったということで、3発キルの武器となっております。あー、よかったね。うん、ということで、こちらダメージボーナスがマイナス 32% 減の、弱体化ってことで、それ以外は入ってないんですけど、まあこれだけでもやっぱでかいですよね。いや、本当によかった。もうこれでやっぱね、だいぶ差別化図れるから、すごいまあロビー安定するのかなとは思います。で、その他もですね、ブレンだとか、クーパーカービンだとか、あとマークスマーライフル系とかもね、弱体化じゃない強化とか入ったりとかしておりますので、まあ一応ね、パッチノート概要欄貼っておくから、よかったらそちらから見てください。ということでね、まあやっとマシになったこちらの環境、まあ今のヴァンガードどうなのかちょっとね、見ていこうかなと思います。はい、ということで、これからもね、ちょっとコールオブデューティーヴァンガードの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では行こう。さあ、でやっていきましょう。一応新マップのドミネーションですね。このマップまあまあ割と立ち回りやすいマップなんで、まあしっかりとね、3発キルとなったとはいえ LMG なんで、まあ腐っても LMG で、しかもそこそこ使いやすいやつなんで、しっかりと引いて使っていこうかなと思います。で、ここは右取った方が強いから、右行きたいなーと思ってるんだけど、いける？いや、マジでね、まあヴァンガードのせいというか、この武器のせいで他の武器の撮影ができなかったんですよ。割とマジで他の武器撮影しようにも、こいつがいるせいで、どこのロビーもこいつがいるだけで、俺途中抜けしないといけないレベル。そう、てか動画撮れないんですよ、こいつがいるせいで。ほんと言い訳とかじゃなくて、もう誰でもね、勝てる武器だったから。てか、勝てるっていうか、なんだろうな、弾幕張ってるだけで、ほらこうやってピアシングビジョンが反応するからさ、うまい下手関係ないんだよ。強くね、普通に。これでも皆さん一発分減ってますからね。エクピースにおいて、3発キルか2発キルかってだいぶ差でかいと思うんですけど、それでもこれっていう。とりあえず一旦俺も UAV 出しとくか。で、俺もちょっと UAV というかカウンター持ってきてなかったからバレてるけど、それをしっかりとやります。まあ、それでもこの火力ですからね。元がどれぐらい強かったねんっていう。バー使おう、バー。はい、2発キル。まあ、正直、2発キル関係はまだまだこいつがいるから、変わんないっちゃ変わんないか。ちょっと待って。核爆弾やばい。これは回避したい。で、あと少しで溜まるから、死にたくない。B 大丈夫？多分無理そうだね、これ。多分、行くだけ無駄だから、俺は待つわ。おい、顔出せ。いや、後ろ？あっぶね！あ、まあ、つける。ふぅ。あと1キル。ちょっとタイミングめっちゃずれた。あと1キル。はい、ということで、溜まりました。軍用系、ありがとうございます。ジージー。で、とりあえず軍用券出してもいいんだけど、まずアルファ行くか。待って、後ろは大丈夫？来てない。待って、B 取られてる。まあ、全然強いけど、まあ、使う人絶対減るだろうから。だから強すぎるよな、マジで。150発で2発キルでさ、このレート力でブレなしって、化け物以外何者でもないからね、本当に。で、しかも今作って、まあ、コンセプト的に壁抜くのがいいよね、みたいなコンセプトで売ってるゲームだから、やっぱ、状況的にも壁抜きポイントがすごいあるわけですよ。だからなかなかひどかったよね。多分俺過去一で、まあ、コールオブデューティーのバランスは壊れたんじゃないかなと思っております。はい、これクソイム。わかってます。いや、ヒットフリンジした時の、ヒットフリンジが被弾した時の、まあ、ちょっとブレー制御が、まだまだできてないですね。で、アルファ取られたから、まあ、軍用券出していきましょう。いるいるいる。はい、バー。頑張れ、ワンちゃん。はい、お疲れい。まあ、犬いるだけで、ちょっと迷いが生じるんでね。え、犬先に倒そうかな。え、敵倒そうかな、みたいな。もう、それだけでも、その迷いだけでもやっぱ勝てる。これが FPS ゲーム。まあ、一応、出しちゃうか。ボロ勝ちだけど、まあ、一応、しっかりと、爆撃機パイセンも出しつつ、ナイス、気持ちいい。やっちゃってくださいよ、ワンちゃん。で、ここから見る。はい、お疲れい。1枚。で、よいしょ。2枚目を、ヒットさせてからの、はい、ワンパー。
いいね。ちょっと激怒だったら一発キルができる。これもやはり大口径弾の強み。てかさ、なんで LMG の、あれ、たまーの 50BMG は弱体化したのにバーは弱体化しないんだろうね。バーも俺、まあまあ強いと思うけどな。あ、やっぱ、弾数が30だからまだそこは回避されてんのかな。待てよ。アルファだけ取っときたい。取っといて、やるじゃん。で、後ろいるから逃げたい。味方ーカバーしろよー。アーマープレート、ちょっと、アーマープレート入れる前に、そこ横いんで。待って、ました？いるいるいる。はい。こういう形で壁抜きできるんです。はははははは。かわいそう。いやー、やっとマシになるのかな。どうなんだろう。結局はバーが輝くかだろうから、めちゃくちゃ神ゲーになることはないんだろうけど、まあまあ、幾分かはマシになるよな。なんかあの、壁抜きゲーミングみたいなことは、なくなりそうだよね、多少は。バーは弾幕張れないから、30発しかないから。てかさ、あ、これ前からだっけ？弾って共有なんだ。もう初めて知った。はははは。ちょっと待って。バンガードやってて初めて気がついたんだけど、これ弾共有なんだ。これメインとさ、弾被ったらさ、ほら、同じ1000発だ。こういう感じなんだね。その初耳っていう。登れ！よし、はい、ここは渡れるんです。で、チャーリー通りましょう。あ、そっち？おい、味方？はい、しっかりとカバー。で、こういう時は、よいしょ、ホイットリーパイセンで弾幕ある。で、こうやって本来は行けば OK なんですよね。そう。で、これで引っかかったら、あー、君がそっち来たんで、お疲れ様、みたいな。ことがあったんだけど、それでも強いな。本当にお前威力減ったんか。多分外周から来るよな。いるね。はい、こういう形で逃げられません。いや、極論全然強いな。多分これでもあれだね、ダサウス来られたらすげえ厄介だね。まあ、壁抜きでも多分これ3発キルできるから、結局のところはまだまだ安泰。てか気づかない人多そうだな、この火力だったら。全然わからへんぞ。なんか全然強くね。そんな変わったよ。まあ、クーパーカービィはめちゃくちゃ弱体化してるから、ちょっと減りそうな感じはしますけど、果たして、強っ。2発やば。バーの2発こんなエグいんや。来てない。外周は来てないから、ちょっと上がろっか。多分ね、これ後ろ取れるから、やるじゃん。で、B 周り C もいんのか。どうしようかな。C 行く？いや、ここは上から B のこの端回りを援護。ま、来る。登ってくるね。来いよ。いる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 。ちょっと反応して。ナイス！気持ちいい！で、味方が、ふっ、飛べよー！なんでやねん！シートロー。いや、やっぱいいや。敵キルしよう。どうせ勝ち確っしょ、これ。50点差以上ついてっから、勝ち確なんで僕は暴れまーす。バーへ、俺に力貸せ。B 周り絶対いる。はい、1枚。で、後ろ湧いたけど、アルファか。アルファミンか。おいよ。このロング。絶対抑えるマン。そっち！オッケー。おい！あと12発あるからね、俺。よし、オッケー。で、あー、しゃがんで、バレテーラだけど、いやー、無理。え、待って、三挙されてね。これ一気に逆転されるやつ？もしかして。ガモンホール、ヒット判定なし、味方がいてくれてる。どうしよっかな、いた。はい、お疲れ様とタバサ。多少先打ちされても、やり返せる。それがこの武器の強み感。全然なんか、やっぱ、関係ねえな。そんな変わらへんわ、やっぱこの環境。まあ、けど、まあ、シーズン1は焼夷弾グレイレードであれ、シーズン2はね、この新武器 LMG であれたから、もうさすがに上も学んだっしょ。もう投げ物と多分 LMG は今後、出てこないはずと俺は知りたい。だが皆さん、一つ忘れてると思うんですけど、まだ新武器ショットガン追加されてないんですよね。まあ、今の環境でいくと大体クーパーカービィもぶっ壊れたし、大体新武器って環境武器になるんですよ。クーパーしかり、このホイットリしかり。で、別にウェルガンとかも全然強いからね、2発キルできる。ぶっ壊れだから。ってなったら新武器ショットガン実装の暁には何か荒れそうな予感しますね、これは。ちょっと香ばしくなっていきそうな気がしますけど、まあ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 。それもね、楽しんでいきましょう。やっぱりね、即ね、パッチ入れてくれてたらいいね。俺としては。ただ、今回遅すぎたんよな、なんだかんだ。どんだけ野放しにしてたねんっていう、こいつらを。ね、っていうぐらい、本当にね、なかったよね、今回は。本当に、シーズン2、皆さんお疲れ。サマンサタバサ。いやー、マジでやばい。強っ。強っ。さっきのクソエイムでもこれかよ。いや、ベイダーしといてと。はい。で、後ろ。で、ベータ、B に一人、ナイス。で、多分これ C 脇でしょ？やっぱこのマップ普通に楽しいね。全然ドミネーションとかオブジェクト系は楽しいや。はい。アシストキル。で、アルファに二人ぐらい。大丈夫か、それ。後ろいるね。はい。で、多分ロングで一人湧いてるから、それもやりたい。はい！二発蹴る。はい、ということで、無事勝利。まぁ、ちょっとね、キルストメインの感じの立ち回り。まぁ、なんかキルレジューシーみたいな形の芋った感じでしたけど、まぁ、全然
強いね。まあ、本来ね、こういうぶっ壊れ武器は、シップメントとか、シップメントじゃなかったらダサウスとかで輝くはずなので、まあ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 、もうちょっと皆さん、通常マップでこれぐらいだから、もうちょっとダサウスではね、まあ、ホイットリパイセン、もうちょっと強くなると思うんですけど、まあ、現状通常マップで見た感じ、全然強いですね。もう負けなし。普通にやばい。っていう感じですので、ちょっとね、そんな変わらなかったっていう検証結果となっております。はい。ただまあ一応、理論値はちゃんと落ちてるんでね、まあ皆さん、そこをちょっと頭に入れて、もう一回ちょっとこのバンガード、再びね、ちょっと環境やっていただいて、あ、意外といいじゃんって、楽しいじゃんって思った方は、ぜひぜひ、プレイしていただけたらなと思います。はい、ということで、これからもね、ちょっとコールオブデューティーバンガードの動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。